次ですね。だから楽器のまあ歪みみたいな話しましょうか。こちらはですね、ダシルバーといってあのアメリカのカリフォルニアのビルダーさんが僕に作ってくれた楽器ですね。これニューヨーク行った時にいてですね、欲しいかって、ね、欲しいって言ったら作ってくれたという、まあ面白い、まあ、思い出があるんですけど、だいたい楽器、弦楽器ってあのネックが反るとかっていう話があるんです。あんまりウクレレそこまで、これ太くて短いのでそんな反ってる経験が僕自体なくて、まあヴィンテージとかものすごい直射日光を浴びて特化みたいになってるやつはちょっともしかしたら気にしたらいいかもしれないですね。まあ、こうやって見る、こっちからとかって見るとあるな、若干ありますね、まっすぐじゃない感じってなると、歪んでると、まあそこがこう弦がこう、まあ指板というかフレットの近くなると、あんまり近くなると弦の振動でこう振幅のところでバチって当たってビビるっていうのがあるかと思うんですが、まあどっちかというとこのブリッジがですね浮いてくるという変形があって、浮いてくる分には弦高は高くなるんで、あんまりまあビビリって出てこないんじゃないかと思うんですが、逆にこれグイッと沈んでいったら弦高が下がるのかもしれないですね。で、まあ楽器的にネックがこう曲がってるとか反ってるとかってなると、これもまあ可能性がありますね。どっちかというとネックがこうまっすぐであってほしいのにこう反ってくると、だこの辺で弾いてる時にやっぱり当たりやすくなりますよね。こうなってるんだけども、真ん中盛り上がってくれば、まあビビってくると。であとは調整ですよね。そのブリッジ側がこう比較的下がってくると、要はここが低くなるんですね。でこの角度がこう低くなっていくと、まあまあ当たりやすい方向には向かっていくと。じゃあ思いっきりこれ高くすりゃいいじゃんって思うかもしれないですが、そうするとですね、やっぱピッチがおかしくなったりとか、あの弦高が高いほどテンションが上がって、まあテンションの好き嫌いとかですね、双方によって弾きやすい弾きにくいがあるので、極端にやるわけにもいかないんですけど、ただしこの弦高はですね、まあ自分でもできる人もいるでしょうし、僕はあんまりそういうところには、自分で やりたいこだわりがないというかですね、やってもらう感じなんで、まあ調整に出すとかっていうのはあるんですが、じゃあ弦高調整ってどこなのっていう話ですが、これ12フレットのとこですね。まあここ12としましょう、12としましょう。ここのフレットの頂点から弦の下の端っこまでですね、フレットがこうあって、あ見にくいか、12フレットがこうあって、でこう弦がこういってるとこのここの長さですね、これが弦高ですね。ここをあの一般に弦高と言ってますよと。ということはですね、ただしこの弦高ってね、ナット側の、まあ、溝を切ったら深くなって下がるんですけど、ナット側と、サドル側のこの差分ですね、高さの差で決まりますよね。ナット側と、ナットとサドルがこうあって、この高さの差で決まるので、と、まあ、12だが真ん中で、ここだよっていう、まあフレットの高さからの差がこうだよということになるんですが、じゃあこっち側ですね、サドル下げりゃ、まあ、角度は下がっていくんですけどね、
で原稿も短くなっていくんだけども、その原稿を下げるっていう時にそのビビりませんっていうことと、大体ですね、あの左手で押さえる力が弱めたいっていうのがあるんですよね。で、まあ、角度が下がるんでテンション下がるので、単純にこうブリッジ側下げればまあそれも柔らかくなるんですが、ただしですね、そうするとこのナット側、ここがえらい高いとですね、こういう1フレット押さえるときに結構ここがきつくなってくると、1フレットって結構調整してない楽器って結構押さえるのきつい場合が多いと思うんですね。ここが結構高いんですね。なので一緒に調整するときこのナット側の溝も切ってもらうと、まあ弾きやすくなるよと。要は1フレット側もきつくなく押さえたいようにしたいのでっていうんで、まあ大体このナット側の溝も切ってもらう。で、ブリッジ側も、まあ、溝を切ってもらう。下げていくっていうような作業になると思いますね。だから同じだけ下げると原稿は変わらないので、1フレット側を楽にっていうと、そっちを、まあ、少し下げていって、さらに原稿全体を下げようと思うと、ブリッジ側ももうちょい下げるということですよね。で、じゃあ、ここの、その、まあ僕なんかはですね、原稿を左手、楽に押さえるようにスレスレまで行って、ビビらないようにしてくださいっていうふうに、まあお願いしたことがあって、それがこの、1台目のマンゴーのシグネチャーモデルなんですね。これどれぐらいにでなったかって、本当これ、この辺はですね、柔らかくなって、力いらないです。いや、楽に抑えられるようになりました。これが、どんなもんかというと、原稿をね、見てみましょうね。私の足が見えてますけど、こう測り方はですね、こういう、まあ、本当はもっと精密なものがいいんですが、家にこの 0.5 ミリが測れる金尺までしかないというか、これがあるので、こんな感じ。これ12フレットと、今13に当ててますけど、まあどっちでもいいですね。読む方、11と12に当ててもよくて。そうそう。なのでですね、まあその何ミリって、まあ経験がある人は指定してもいいと思うんですが、僕がそのリペアさんのとこ行って、スレスレまで下げてくれって言うと、大体、まあビビらないでスレスレまで下げてって言ったら、まあ2ミリぐらいになってたよということですが、これ何も考えずに楽器自体がこのブリッジがこうグーってこうねじれちゃったっていうか、へこんじゃったや、このダシルバーはですね3ミリになってますね。うん、こう盛り上がっていくから弦自体上がっちゃってるんですね。うん、3ミリ、多分普通の人は非常にピッキングしにくいかもしれないですが、あんまり僕はもう大丈夫というか、割とストライクゾーンが広くなってるんですかね。で、現行のバードっていう、まあ、ANA のモデルですね。これは 2.5 ミリですね。まあ本当は 2.4 とか 2.6 かもしれないんですが、おそらくですね 2.5 にしてあると思います。もう一台のバード。現在のシグネーチャーもこれ 2.5 なので、まあその生産管理的にもう 2.5 になってるんだと思うんですね。で、1弦側と4弦側どうなのっていうと、まあ一緒なんですね。ウクレレはその辺は一緒なんですね。まあもしかしたらその個人ビルダーさんとかこだわりの調整はあるかもしれないですね。ギターとかだと1弦側下げるのかな、こうなだらかにするとか。その人によってはこの真ん中膨らましてとかっていうのはあると思うんですが、まあ一般的なウクレレフラットみたいですね。あんまりその辺の違いはないようですと。で、最初はですね 2.5 ミリ僕弾きにくかったんですよね。
なんか高いと思ってて、今は慣れたらですね、結構弾きやすい。で3ミリでも弾きやすいけど、まあ、3ミリは普通というか初心者の方は多分弾きにくいんでしょうね。下にやっぱ指入りがちになるので、結構でも初期段階で出荷状態のウクレレって弦高高いことがあるんで、まあちょっと下げるとピッキングしやすくなるかもしれないです。あんま下げるとでも2弦と1弦のピッキングのしやすさ変わってくるんですね。1弦側ってこのまあもう何もないのでピッキングいつもしやすいっていう感じなんですけど、弦が下がっていくと2弦とかってこれこの指板の方に指をこうめり込ませていくみたいな感じになってくるんで、そこがこう低いとまあ捉えにくいっていう感じになってるんですね。まあ、2ミリちょっと実は僕は最近はと弾きにくいなという感じがしますが、ただしウクレレ初心者の人は2ミリぐらいまでこう下げると相当このまあこっちも下げてっていう調整をお願いした上で、非常にこの力もいらないし、押さえるの楽になってくるんで弾きやすいと思いますね。で、まあ、このフレットの形とかもですね、この押さえる感覚変わってくるんで、その辺もいろいろ試すといいかなというのがあります。はい、というわけで、弦がビビりますと、ピッキングした時にビビるという時はですね、弾き方とか楽器自体のまあ反りとかですね、弦高も調整することでその辺変わることが、説明しましたけど、まず弾き方ですね、まあブリッジ寄りで思いっきりこう縦に揺れるような方向、下から上に引っ張るとか上から下にこうバッチリこう下ろしてると縦方向の揺れが強くなって、フレットとかにバチッて当たってビチビチ音がするんで、まずはその辺ですね、12フレットあたりで、まあまあその上下のあんまり動きじゃなくて、まあ、4弦から1弦側に撫でるように弾いてみると、こっち側の揺れですよね。で弾いてみるとどうかっていうのがまず試せますよね。で、まあ、反りってあんまちょっとわからないと思うんで、そう弾き方変えてもあんまりっていう時はじゃあまあ、あの楽器屋さんと相談してね、この弦高を変えたら弾きやすくなりますかねなんていう話を、するといいと思います。まあこう測ってですね、なんか明らかにこうはまあ3ミリ4ミリとかあると4ミリはあんまないかな、ちょっと高めかななんていうのを低くするとまあ抑えやすくなったりとか、ただしあんまり低いと、そうそう、低いことがどっちかというとビビりの原因なんで、そうですね、楽器的にビビるっていう時はそのちょっと上げる方向に行くのかな、これが。ただしそのこのこっち側ですね、ナット側下げてあげるとそんな弾きにくくどんどんなるわけではないんで、その辺の調整ですね。まあでも上げるとなるとこのコマですかね、これ作り直しみたいになるん で下げる部分はまあ削ればいいんでいいんですけども、まああと、あとで戻したいなって場合は、このパーツですね、ここの、パーツを買って、新しいやつでちょっと削って変えてもらう。そうすると、まあ、ちょっと違うなって思ったら、まあ、戻しゃいいんで、そういうこともできるので、削らない方向だと、そのパーツを作る。ここを、まあ、買って、新しく溝切ってもらうみたいなやり方もあるので、まあまあ、いろいろですね、本当に、まあ、相談できるというか頼りになるリペアマンさんとかですね、楽器屋さんと仲良くなって、そのきちんとですね対話をしてですね、こういうふうに持っていきたいというふうに、お話できればね、非常にウクレレライフが楽しくなるんで、その、まあ、材料になればと思って今日もお話ししました。はい、じゃあどうもありがとうございます。またよろしくお願いします。